皆さん、こんにちは。今回は不自然にこの世を去ってしまった芸能人たちを取り上げていきたいと思います。不自然とはどういうことなのか、その裏には何があったのか、一人一人の謎を見ていきます。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。岡田由紀子さんは1986年にわずか18歳という若さで他界したアイドルです。そんな岡田由紀子さんは亡くなってしまう前にも一度自ら命を絶とうとしていたようです。岡田さんはアイドルに憧れ、1982年スター誕生に出演します。1984年に16歳で芸能界デビューを果たすと、10個の新人賞タイトルを独占するなど、その活躍ぶりは歴史に残ります。デビューから2年後には松田聖子さん作詞の曲唇ネットワークが大ヒットし、オリコン1位を獲得します。そんな華々しい芸能生活を送っていた岡田由紀子さんでしたが、その3ヶ月後の4月8日、ある事件が起きてしまいます。初めての一人暮らし4日目だったこの日の朝に、南青山の自宅マンションでガスの栓を開けっぱなしにして、自室にガスを充満させ刃物で手首を切ったのです。マンションの住民がガス臭いと通報して北青山の病院に運ばれましたが、岡田由紀子さんはこの時はなんとか一命は取り留めました。治療後に所属事務所のサンミュージック本社に連れられていき、そこで事情を聞かれたそうです。岡田さんに対しては躁鬱の激しい娘であるという印象を持っていた関係者もいたといい、目を離したらまずいと言われ、常にマネージャーがついているほどだったといいます。しかしその後、目を離した隙に屋上に行ったとされており、所属事務所の7階建てビルの屋上から飛び降り、帰らぬ人となってしまったのでした。この岡田由紀子さんの死は、当時ゆっこシンドロームという社会現象を引き起こすまでに若者に影響をもたらしました。一人の16歳の少女が岡田由紀子のようになりたいという願望から自ら命を絶ったのを皮切りに、1週間で8人が自ら命を絶ったのだといいます。さらに21歳の浪人生が同じ現場で飛び降りてこの世を去るなど、1ヶ月の間で岡田由紀子さんの後を追ったファンは30人を超えたそうです。この一連の事件はショッキングな出来事として多くの人に記憶されることとなってしまいました。しかしこれも岡田由紀子さんが亡くなったのがきっかけでした。ただ遺書はなく、理由は謎に包まれていました。彼女にそのような決断をさせた原因は何だったのでしょうか。原因については、当時遺作となったドラマで共演していた峯岸徹さんとの交際が原因ではないかと報じられていました。しかし峯岸徹さんはその日の夜、緊急会見を開き、関係を否定しています。岡田由紀子さんの母親も後に出版した本の中で申し訳ないと否定しているようです。これは岡田由紀子さんの片思いだったと綴られています。岡田由紀子さんは前述の通り遺書は残してはいなかったものの、遺書といえる手記を残していたそうです。それは一冊のノートに書かれていたものであり、そこには俳優の峯岸徹さんとの恋が叶わないことを苦悩している内容でした。峯岸徹さんに振られたとも書いてあったそうであり、どれだけ岡田由紀子さんが峯岸徹さんを思っていたのかが、それだけでわかります。峯岸徹さんは当時から子供がいるパパであり、離婚経験のある身であるということに加えて、年齢が離れていることも考慮して岡田由紀子さんに対して女性を感じていなかったようです。そんな最大の謎と言われた岡田由紀子さんがこの世を去った理由の真相は、まだ10代の少女でありながら売れてしまったがゆえに多くの人間の注目を浴びたことで精神バランスが崩壊したのだろうと言えます。幼い頃の夢であったアイドルに誘ってみると、そこには超絶多忙な毎日が待っていたのです。しかし人気絶頂のアイドルになってしまったが、こ自分自身も周囲もどうすることもできなかったのが一連の真相ではないでしょうか。2008年12月24日クリスマスイブ、かつて一世を風靡した元タレント飯島愛さんが36歳の若さでこの世を去りました。20年3月29日に
新型コロナウイルスの感染による肺炎で急死した国民的コメディアンの子志村けんさんとも親しいことで知られていた飯島さん。東京渋谷のマンション21階にある自宅でリビングの椅子から転げ落ちるようにしてうつ伏せで倒れているのが発見されたのです。発見者は連絡が取れなくなったために様子を見に来た知人女性でした。遺体の腐乱状況から死亡推定日は1週間前と判明しました。飯島さんの突然の死は世間に衝撃を与え、さまざまな疑惑を呼びました。自ら命を絶ったと言われた他にも、事故死、薬物中毒死、他殺など憶測が飛び交いました。特に薬物説は、警察が初動で薬物検査キットを持ち込んだことから有力視されました。その年の1月、飯島さんが渋谷署に現れ意味不明なことを話し始めたという伏線もあったようです。しかし薬物検査の結果は白、翌年2月、死因は事件性のない肺炎と特定されていました。ある芸能ライターは、飯島さんは2007年に体調を崩して芸能界を引退、その後芸能界復帰も噂されていただけに、飯島さんの死は芸能界を激震させましたと話します。そんな飯島さんの死の謎を解く鍵は2007年3月の芸能界引退に遡ります。当時彼女は人気絶頂期にあり、引退理由は腎盂炎の悪化とされました。しかし芸能関係者の見方では、本人の芸能界を辞めたいという強い意志が働いていたといいます。飯島さんは亡くなる1ヶ月前まで東京六本木赤枝六本木診療所の2階に住んでいました。飯島さんの主治医だった赤枝恒雄院長は、飯島さんの死後女性週刊誌の取材に、非常に精神的に追い詰められていたと語っています。女性週刊誌記者も、2004年に体調を崩した飯島さんは当時所属していた渡辺エンターテイメントから赤枝院長を紹介され、死後疑われた難病について赤枝院長が自ら3回も検査したが、噂された病気ではなかったことを明らかにしました。赤枝院長は飯島さんが精神的に追い詰められていたことは知っていましたが、その原因については把握していなかったようです。飯島さんの人生は波乱に満ちていました。彼女は自ら死亡して芸能界入りしたのではなく、家でホステス、愛人、整形などを経てまとまったお金が欲しかったという理由でアダルトビデオの世界に足を踏み入れたのです。その AV 出演が芸能界入りのきっかけとなり、愛くるしい顔立ちとセクシーな死体で人気を博しました。しかし飯島さんは芸能界に馴染めずにいました。 AV 出身者という偏見の目にさらされ、共演を嫌がる女性やセクハラまがいの誘いをかける男性もいました。彼女は芸能界を自分の居場所だとは思っておらず、次の活躍の場を模索していました。引退後、飯島さんはエイズや性感染症に悩む人々を支援したいという思いを抱くようになります。性に対する強いこだわりはやがて性ビジネスへのアイデアへと発展しました。女性向けアダルトグッズとコンドームのネット販売事業を計画していたのです。しかし事業化には資金が必要でした。飯島さんはタレント時代に経理担当者に着服され、引退後も高額な家賃のマンションに住み続け貧窮していたようです。自力での起業は難しく、知人を通じて資金提供者を探していたといいます。そんな中、飯島さんの様子に変化が現れ始めます。顔から精気がなくなり、心身ともに疲弊しているようでした。睡眠導入剤や精神安定剤の量も増えていました。自宅近くでは気功が目撃され、携帯電話で口論する姿も見られました。事業関連のトラブルや恋人との別れなど、誰かに裏切られたと感じていたのかもしれません。そして彼女は孤独のうちにこの世を去った。死の直前、ブログには一人じゃ生きていけないという悲痛な言葉が綴られていた。飯島さんを追い詰めたものは何だったのか。真相は闇に葬られたまま、関係者の口は今も固く閉ざされている。なにわの視聴率男の異名を取ったタレント屋敷鷹仁さん、高く澄んだ甘い声で歌手として多くのヒット曲を送り出す一方、
対照的なダミ声による毒舌トークで関西では司会者として頂点に輝き、数々の冠番組を仕切りました。タレントで歌手の屋敷隆仁さんは2014年1月3日に亡くなっていたことが1月7日に発表されました。屋敷隆仁さんが食道がんの闘病中であったことは間違いありません。ですが屋敷隆仁さんの母親や弟にも知らせず、亡くなってからすぐに火葬をしたことや、火葬場には5人しかいなかったことなどが分かっています。これらのことから病死ではなく何らかの不審死なのではと週刊誌が報じたこともありました。また病死ではなく餅を喉に詰まらせて窒息死したという情報もあります。別の関係者は東京で正月を過ごしていた際、食事を喉に詰まらせ救急搬送されたと証言。屋敷隆仁さんは死の数ヶ月前に32歳年下の女性と結婚していて、その女性は屋敷隆仁さんの死後に屋敷隆仁さんの娘とトラブルになっています。そのためこの女性は後妻業で無理やり餅を食べさせられて窒息死したのではという噂も出ていました。また最後を看取ったのは昨週結婚したばかりの32歳年下の若妻だけでした。そのため実際の死因については今でも謎のまま。別の情報には12月26日に風邪を患い肺炎を併発して亡くなったというものもあります。正月に訃報を流すなという意向を示したのがいつだったのかは不明です。しかし餅を喉に詰まらせたとすれば、息を引き取るまでの間に正確な意向を伝えるのはなかなか難しそうですね。正月前から死期を悟り、あらかじめ意向を伝えていたという方が自然な流れでしょう。だとすれば先月から体調を崩していたという説が最も信頼できるのではないでしょうか。いずれにせよ具体的な死因は関係者にしかわからないのが現状です。卒業や15の夜などの楽曲を作ったシンガーソングライターの尾崎豊さん、高校在校時に最初のシングル曲15の夜とアルバム17歳の地図を同時発売。自らの感情や社会の矛盾などを率直な歌詞で表現し、力強さと繊細さを備えた歌声で当時の若者たちから大きな支持を集め、10代のカリスマなどと呼ばれました。そんなカリスマ的な人気を誇った尾崎豊さんは1992年4月25日に亡くなりました。その死は不可思議な点がたくさんあります。まず4月25日の早朝に自宅から500メートル離れた場所で全身傷だらけで、しかも全裸で倒れているところを発見されました。その後病院に運び込まれましたが、妻や兄と一緒に一度自宅に戻っています。そしてそれからわずか数時間後の10時頃に尾崎さんの呼吸が止まり救急搬送されましたが、午後0時6分に死亡が確認されました。死因は肺水腫です。これだけ見ると誰かに暴行された可能性もあります。ただ尾崎豊さんは覚醒剤使用で逮捕されたこともあり、司法解剖時も覚醒剤の成分が検出されています。そのことから覚醒剤中毒による異常行動の末の死と言えるかもしれません。ただ不思議なのは容体が急変したのが4月25日の10時頃とのことですが、家族が救急車を呼んだのは急変してから約1時間後のことなんです。なぜすぐに救急車を呼ばなかったのかは疑問が残ります。覚醒剤使用が判明するのを恐れたのでしょうか。1992年に亡くなった歌手尾崎豊さんが残していた2通の遺書が2011年11月10日発売の週刊誌に全文掲載されました。尾崎さんの死については没後2年の1994年に他殺説が浮上しています。自ら命を絶ったという説と真っ向から衝突し、裁判にまで発展するなど社会的に大きな関心事となりました。尾崎豊の遺書「さようなら私は夢見ます」を執筆したジャーナリストの加賀光栄氏は、1994年当時に入手していた遺書と尾崎さんと茂美夫人との間のやり取りを没後20年を前に明かしました。遺書は1992年4月25日、
死の間際まで持ち歩いたセカンドバッグに入れてあったといいます。それには意識し続け、現実のものとして受け止めた。死に向かう覚悟がしたためられていました。先立つ不幸をお許しください。先日からずっと死にたいと思っていました。死ぬ前に誰かになぜ死を選んだのか話そうと思ったのですが、そんなことができるくらいなら死を選んだりしません。さようなら、私は夢見ます。死の1ヶ月後、もう一通の遺書が見つかっていました。尾崎さんの母絹江さんの遺影の脇に置かれていました。そこには茂美夫人と一人息子優也さんへの愛情を示し、惜別とも取れる言葉が記されていたのです。私はただあなたを愛する名の神であり続ける。皆の言うことをよく聞いて共に幸せになってください。加賀氏は1994年に茂美夫人を繰り返して取材し、死の20日前に睡眠薬を飲み、夫婦揃って死のうとした経緯などを聞いていました。尾崎さんの遺体から致死量の 2.64 倍の覚醒剤が検出され、それが他殺説の根拠とされたそうですが、加賀氏は同誌で反論しています。当時の尾崎さんは胃腸も機能しない極限状態で、覚醒剤を体内に吸収できない状況だったことも医師への取材でも検証したとし、自ら命を絶ったと断言しています。加賀氏はこの遺書2通を1994年に入手していたそうですが、茂美夫人から息子の優也が父の死を理解するまで遺書は公表しないでほしいと頼まれていたそうです。そして入手してから17年後の2011年、公開に踏み切りました。理由は21歳になった優也さんが2010年10月に CM で父が残した名曲 I Love You を歌い、父と同じアーティストの道を選んだからだと言います。加賀氏は、尾崎は自らを破滅に導かなければ書けなかったと思う。身を削らなければああいう詩や曲はできない。曲を作るのがどれだけ大変か、それが子煩悩だった尾崎が優也くんに伝えたかったことだと思う。優也くんには父の生き様を知ってほしいし、ちゃんと受け止めてくれるとエールを込めました。映画監督、グラフィックデザイナー、俳優、エッセイスト、テレビディレクター、翻訳家などさまざまな肩書きを持つ伊丹十三さん。1992年、映画「民放の女」公開直後、作品の内容に強い不満を持つ暴漢に襲われ重傷を負うも、圧力に屈しない姿勢を貫き、精力的に作品を発表されていた伊丹十三さんでしたが、1997年12月20日に事務所マンションの下で倒れて死亡しているところを発見されました。飛び降りて亡くなったと見られています。ワープロで作った遺書のようなものも残されていましたが、伊丹十三さんは手書きにこだわる人で、ワープロで遺書を書くのは不自然と言われています。また不倫報道で自ら命を絶ったのかとも言われていますが、親しい人は不倫程度で自ら命を絶つようなやつではないと証言しています。伊丹十三さんを古くから知る映画監督の大島渚さんや落語家の立川談志さんは、不倫報道ぐらいのことであいつは自ら命を絶たない、飛び降りは絶対に選ばないとこの説を否定しています。また伊丹十三さんは医療廃棄物の取材をしていて、伊丹さんがこの取材を通して薬害エイズ並みの一大スキャンダルを突き止めたとも言われており、それが原因で関係者に殺されたのではとの他殺説も浮上しています。またアメリカ人ジャーナリストが記した本によれば、伊丹さんが暴力団と創価学会のつながりを題材にした映画を作ろうとしていて、それで暴力団に殺されたとしています。しかし伊丹十三さんの死の真相はわからないままであり、公式では飛び降りのままとなっています。元 TBS アナウンサーの川田亜子さんは2008年5月25日に車の中で練炭を使って自ら命を絶っています。しかしこの死は不可解なことがたくさんあり、他殺ではないかと噂されています。川田アナは2002年に TBS に入社、シャープなルックスと明るいキャラで人気となり、主にバラエティ番組で活躍しました。報道番組がやりたいと昨年退社し、フリーアナに転身。
レギュラー出演しているテレビ朝日 ABC 系サタデースクランブルの24日の生放送が最後のテレビ出演となりました。亡くなっていたのは所属事務所の社用車で、不自然なことがたくさんありました。また川田さんの元恋人である平和活動家のマット・テイラーさんは、川田亜子さんの所属事務所社長の谷口源一さんを相手に死の理由を明らかにしたいとして裁判を起こしています。マット・テイラーさんは次のように取材に答えています。訴訟を起こしたのは間違いありません。これで真実が、亜子が殺されたという事実が出てくる。脅迫や恐喝について僕は全て一緒に事実を見ているし聞いている。これが裁判の中で公になる。谷口源一さんといえば黒い噂が絶えない人物ですが、このマット・テイラーさんの話が本当だとすると、川田さんは谷口さんとの関係の中で殺害されたということになります。川田亜子さんは最初は谷口さんと交際していましたが、破局してマット・テイラーさんと交際するようになったため、脅迫・恐喝を受け殺害されたのかもしれません。坂井泉さんはザードとして1991年にデビュー。その後ヒット曲を連発し、負けないで、揺れる思い、マイフレンドなど9作でミリオンヒットを記録しています。またテレビなどのメディアに出演することがほとんどなく、そのミステリアスさも注目を集めました。一見すると順調な音楽生活でしたが、2000年以降、子宮筋腫、卵巣の右腫、子宮内膜症と次々に病気を患っていました。2000年には自身の曲「Get Your Dream」が NHK のシドニーオリンピック放送時のテーマ曲になったため、 NHK 紅白歌合戦に出場かと取り沙汰された際も、体調が優れないためと辞退しています。ザードの坂井泉さんは2007年5月27日に入院していた慶応義塾大学病院内で、高さ3メートルの地点から駐車場に転落し脳挫傷で死亡しました。当時警察は2択で捜査していたそうです。ネット上でも、事故だったのか、それとも自ら命を絶ったのかとの議論が起きていました。坂井泉さんはがんの闘病中だったため、病気を苦に自ら命を絶ったのではないかとも言われています。しかし遺書がなく、復帰に向けて前向きな姿勢を見せていたため、事故の可能性も捨てきれません。女優の河合和美さんは1995年頃にヤクルトのピッチャー川崎健次郎さんと結婚間近と言われていました。しかし川崎健次郎さんの故障をきっかけに破局し、その後は精神的に不安定になり、何度か自ら命を絶とうとしていました。そして1997年5月9日、川崎健次郎さんが住んでいたマンションから飛び降りています。後に河合和美さんは実業家と婚約中で、2ヶ月後には結婚する予定だったことが判明します。それなのに川崎健次郎さんのマンションから飛び降りていることから、その死にはいろいろな憶測がささやかれています。河合和恵さんが亡くなった次の日の1997年5月10日には、河合和恵さんには川崎健次郎さんと破局した後に別の男性と婚約していたことが分かっていました。この男性は自動車販売会社経営をしている方で、破局した年の3月頃から交際をスタート。7月7日の入籍に向け、ウェディングドレスも発注済みだったそうです。河合さんは数年前からうつ病だったそうで、事件当日の9日午後には手首を切り、今年3度目となる未遂を図っていました。挙式を目前に控えた花嫁が、かつての恋人の家を最後の場所に選んだという悲劇は、二人の男性の心に深い傷を残しました。ある日、客からスカウトされ、ファッション誌のモデルになった沖雅也さん。太陽に吠えろでクールな刑事役を演じ、爆発的な人気を博すと、続く俺たちは天使だでは陽気なキザ男の役をコミカルに演じ、すっかりお茶の間の人気者となられた沖雅也さん。しかし単発的なポジションだったため、スナック勤めを続けながら業務をこなしていました。1968年、日活関係者が客として訪れ、縁あって入社。
日活ニューフェイス俳優として映画ある少女の告白純潔で銀幕デビューしています。翌1969年には早くもエランドール新人賞を受賞。その後は数々の日活作品に助演しています。ちなみに芸名の沖正屋の正は当時の日活社長堀正彦さんの一字から取ったそうです。テレビドラマ版蒲田行進曲収録直後の1983年6月28日新宿京王プラザホテルにチェックインした沖正屋さんは馴染みのホテトル嬢を呼び、成功後彼女に日陰忠夫さん宛ての一通の手紙を渡してほしいと頼まれると、その後黄色いジャージ姿のまま最上階に上がり飛び降りました。そのホテトル嬢は沖正屋さんがこれまで何度も指名したお気に入りで、日陰さんと一緒に住んでいたマンションに来てもらったこともあった仲だったそうです。ちなみに警備員の話によると沖正屋さんは屋上で一服していたそうですが、目を離した隙にフェンスをよじ登り危ないと声をかけた時にはすでにフェンスを乗り越える寸前だったそうで、同ビル7階の屋上プールに落ちて亡くなったのでした。警備員は沖正屋さんとは分からなかったそうです。そして沖正屋さんから手紙を預かっていたホテトル嬢はこのニュースを見て慌てて日陰さんに手紙を届けたそうで、そこにはホテルに迎えに来てほしいと書いてあったそうですが、沖正屋さんが宿泊していたホテルの部屋からは今プラザホテル様へ大変申し訳なくお許しくださいませ、塚公平様あなたの名塚を使いし僕を許せるものならお許しください、人は病むいつかは老いる死を免れることはできない、若さも健康も生きていることもどんな意味があるというのか、人間が生きていることは結局何かを求めていることに他ならない、老いと病と死とを超えた人間の苦悩のすべてを離れた境地を求めることが正しいものを求めることと思うが、今の私は誤ったものの方を求めているものと書かれており、便箋の裏には親父涅槃で待ってる沖正屋とホテル備え付けの便箋1枚に書かれている遺書が見つかったのでした。この遺書に書かれている親父というのは日陰忠夫さんのことで、1975年に実のお父さんが亡くなると日陰さんと養子縁組をされているのですが、日本では同性同士の結婚が認められていないため養子縁組イコール同性婚の形をとったようです。そのため沖正屋さんが命を絶った当初は日陰さんとの愛憎関係のもつれが原因だったと報じられたのですが、実はこの同性愛的な感情は日陰さんの一方的なもので、沖正屋さんは女性が好きな至って一般的な男性で、生活のためやむなくといった感じだったとか。ただ深く何かと束縛する日陰さんに嫌気がさして、日陰さんの財布から50万円を抜き取って家出し、その後新宿京王プラザホテルに向かったと言われています。一方日陰さんはというと、沖正屋さんからの手紙にホテルに迎えに来てほしいと書いてあったことから、命を絶とうとする人間が迎えに来いとは言わないだろうと考え、沖正屋さんが飛び降りる直前に声をかけたというガードマンに話を聞き、飛び降りたというよりバルコニーの縁に座っていた沖に何やってんだと声をかけたら、驚くような感じで振り向きバランスを崩して落ちたと説明されたと30年以上親交のある知人に話していたそうで、自身の親族には沖正屋さんの死は事故みたいなものだったと話していたというのです。ただ生前沖正屋さんは30歳を過ぎて醜く老いるのなら死を選ぶと語っていたことがあったほか、遺影には俺たちは天使だの写真を使ってほしいと遺書に書いてあったこと。新宿京王プラザホテルは半年も前から予約していたことから、やはり自ら命を絶ったと考えられています。沖正屋さんの突然の死は日本の芸能界に大きな衝撃を与えることとなりました。亡くなってからすぐに行われた密葬
1ヶ月後には事務所主催の葬儀告別式が行われ、塚康平さんが葬儀委員長を務めました。ロミー山田さん、三輪明宏さん、二谷秀明さん、柴田恭兵さん、坂口涼子さんら親しかった芸能人仲間が弔問に訪れました。坂口さんは遺影に向かって泣き崩れながら弔辞を読み、弔問客の涙を誘った。くしくも蒲田行進曲後編は亡くなった日の翌日の6月29日に放送されました。俳優の古尾山里さんは2003年3月25日に自宅で首をつって死亡しました。古尾山里さんは自ら命を絶ったということで間違いないようですが、仕事が激減したことや3億円の借金、父親の遺産をめぐってママ母との争いなどがあったようです。もともと潔癖な性格だったところに上気のようなストレスが加わり、精神的に不安定になっていたと嫁の鹿沼入さんは証言していました。この古尾山里さんが死を選択した原因をめぐって多額の借金を苦になど様々な憶測が流れるも、夫人は沈黙を貫いていました。本人が亡くなっている以上、真相は藪の中に消えてしまうのではと思われました。ところが古尾山里さんの死去から一周忌を迎えた2004年3月25日、夫人が本名の古尾俊恵名義で夫婦生活を綴った手記「最後のキス」を出版。一周忌法要と納骨を済ませた後、その足で都内のホテルで出版記者会見を開きました。1982年に古尾さんと結婚した鹿沼さんは、台本をいただくと一冊全部暗記する完璧主義者だったと古尾さんの真摯な姿勢を紹介し、子煩悩で優しいパパだったと10回。その一方で役にこだわるあまり気に入らない仕事は断り、次第に仕事が減少して悩んでいたという古尾さんの素顔を告白しました。お酒が入ると人格は豹変し、夫から暴力を振るわれたことも赤裸々に明かしました。その後生活は苦しくなり、ローン地獄に陥ってしまい、最終的に借金が3億円まで膨れ上がったことも報告しています。鹿沼さんが家計を支えるために働き出すと、その頃から古尾さんは万が一死んだとするよね、僕が死んだら僕の偉大さがわかるよなど死を連想させる言葉を放つようになり、ほどなくして古尾さんは帰らぬ人になりました。古尾さんの死後、鹿沼さんにはさらに不幸が襲いかかり、夫の死から1年後には実の母親が骨粗しょう症の痛みから逃れるために自ら命を絶とうとします。1年後に息を引き取ると、その後を追う形で実の父親も自ら命を絶ってしまいます。絶望感に駆られた鹿沼さんは、古尾さんが命を絶った寝室で自身も後を追おうと試みようとするも、娘に引き止められ今に至ると言います。鹿沼さんは、主人が亡くなって10年、節目ですね、10年経ってリセットできた、また新たに前向きに生きていきたいと語気を強めていました。いかがだったでしょうか。表からは決して見えない芸能界の裏側が、人気者になったゆえの苦悩が、憧れたはずの職業の裏側を目の当たりにし抱いた絶望感が芸能人たちを死に追いやっているのでしょう。また裏側ではびこっている闇によって消されることもあります。不自然な死の真相は未だ謎に包まれたものが多いですが、いつか芸能人たちを死に追いやっている原因がなくなることを懇願しています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。